皆さんおはようございます。みんな大好きダイヤマンです。本日もレーシングマスター、略してレーマス、やっていきましょう。皆さん今日もよろしくお願いします。ということで、本日の動画なんですが、今日も最強ティアやっていきます。今回はですね、スポーツ部門になっております。で、このスポーツ部門なんですが、実はね、一番迷いました。なぜかというと、割と僅差なんですよね。どのマシンも結構いい感じだったので、なのでかなり迷ったんですけれども、まあちょっとね、もうある程度固まったんで、お話ししていきます。なので皆さん、よかったらね、最後まで見ていってください。で、この動画が少しでもよかったら、チャンネル登録をポチ、高評価もポチッと押していってください。そうすることによって、ダイヤマンの元気が、さらに出まーす。ということで、やっていきましょう。はい、ということで、早速やっていきます。で、今回ですね、最強ティア、スポーツ部門なんですが、まあ、区分けとしては、S、A、B、3種類になっております。ちょっと少ないよね。これにはでもね、理由があるんで、よかったら最後まで見ていってください。このティアを出すのにね、実はダイヤマン、めっちゃくちゃ時間かかった。めっちゃくちゃ時間をかけて作ったんで、まあちょっとね、参考にしてみてください。必ずね、皆さんを後悔させないんで、ぜひともね、見ておいてください。で、今回もレジェンドマシンオンリーになっております。ちなみに皆さんのオンリーワン、ナンバーワンはダイヤマンだよね。はい、ごめんなさい。今日も滑っていきます。ということでやっていきましょう。皆さん、ごめんなさい。ちょっと補足なんですけれども、ダイヤマン持ってないマシンが3台もあるんですね。なので、皆さんね、ぜひコメント欄で、このマシンの特徴なんかを教えていただけるとすごく助かります。ごめんなさい。このシボレーと、この BMW と、ミニについては持っていないので、ぜひともお持ちの方はですね、コメント欄にね、こんな感じだよっていうのを教えていただけると助かりますので、ぜひよろしくお願いします。それでは、早速やっていきましょう。B ランクマシン、こちら。ドドン。シボレーコルベット C3 になっております。で、このマシンの特徴等ね、お話しさせていただきます。まず、加速力、最高速度、ドリフト等ね、悪いところないんですよ。平均値でね、悪いところないんですが、じゃあ何が悪いんだ、ダイヤマンと、皆さん思いますよね。悪いところ、まあ、唯一一つだけね、このマシンね、癖が強い。その癖の強さがちょっと扱いにくさかなと言ったところになっております。ただね、上手い人が使ってればかなりうまく扱えるとは思うので、まあ、ぜひね、私はこのコルベットうまく使ってるよという方は教えてください。ただね、まあ、普通に使う分はかなり難しいマシンになっているので、まあ、ちょっと要注意必要かなと思います。なんか独特なんだよね。なんかね、ダッチチャレンジャーみたいな、なんかあんな感じの癖を感じるマシンになっております。なんかこの旧車関係って同じようなこの癖というか挙動がありますよね。なのでまあそれぞれね、マシンの個性があって面白いなって思います。で、ぜひね、このマシン好きな方もたくさんいらっしゃると思います。そういう方はですね、やっぱりこのコルベット i でね、乗りこなしていただくといいのかなと思います。はい。それでは次のマシン行きましょう。はい。実はですね、B ランクマシンって1台だけになってます。で、今から A ランクマシンの発表に行きます。はい。A ランクマシンはこちら。ドドン。ホンダシビックタイプ R になっております。はい。まあ、ちょっと見た目がね、視聴者さんのおかげでポリス仕様になっています。こうやってね、やっぱカスタムできるってめちゃめちゃいいよね。このゲームのめちゃめちゃいいところだと思います。はい。で、まあ、このマシンの特徴とお話しさせていただきます。で、このグラフで見ると、すべてが高水準、めちゃめちゃいいマシンになってるよねっていう感じですよね。まあ、結構グラフの通りでして、まず加速力なんですが、まあ、めちゃめちゃ速い方ではないけれども、そこそこ加速してくれます。で、最高速度なんですが、最高速度はね、結構乗ってくれるんで、このマシンで最高速度いい感じ。で、コーナリング性能ですね。コーナリング性能は、このマシンで言うと、あんまりね、がっつりドリフトさせると遅くなってしまうので、
まあなるべくオーバーを出さずに走ってあげると早く使うことができます。うん、やっぱマシンによってね、ドリフトをがっつりさせてやったり、させない方が早かったりといったマシンがいろいろありますので、それぞれに合った走り方をしていただきたいんですが、このシビックタイプ R に関しては、まあ、しっかり減速してあげて、オーバーをあんまり出さずに曲がってあげると速度があんまりね落ちずに走ることができます。なのでそういう使い方をしてあげると、かなり速いマシンにはなっております。はい、ということで次のマシン行きましょう。続いても A ランクマシンです。もう一台のマシンはこちら、ドドン、三菱ランサーエボリューション3になっております。こちらのマシンも A ランクになっております。で、このマシンの特徴とお話しさせていただきます。で、まず加速力なんですが結構高めになっております。で、お次、最高速度なんですが、まあ、このゲームの特徴上、四輪駆動のマシンっていうのが、最高速度あんまりね、上がりにくいマシンになっているので、まあ、そんなに速くはないです。で、あとはドリフト、コーナリング性能等のお話になってきますが、実はね、このマシン少し癖がありまして、このマシンもですね、シビック同様に、あんまりね、ドリフトさせると遅くなってしまいます。うん。だからやっぱりこのマシンもしっかりと減速させて、なるべくドリフトのオーバーを出さないように走ってあげるっていうのが大事になってきます。だからまあちょっと難しいよね。結構ガンガンドリフトさせて曲がってあげると結構減速するんだよね。うん、キルキルキルって曲げてしまうと速度の減少が激しくなってしまうので、まあサイドブレーキでしっかりと減速して、なるべくドリフトゲージを保ちながら曲がってあげると早く曲がることができますので、まあそういった使い方をすれば速いマシンになっております。だからまあ決して遅いマシンではないんですが、まあちょっと扱いに関して難しいところがあるのかなって思います。で、まあ別に曲がらないマシンでもないんですけどね。ただコーナーでの速度の減少がちょっと激しいので、今回 A ランクということにさせていただきました。はい、ということで次のマシン行きたいと思います。はい、ではね、A ランクマシンは以上になっております。ちょっと少ないよね。ただね、これね、S ランクマシンがめちゃめちゃ多くなっちゃったんですが、これに関してはね、何度も試した結果、まあそこまで差がなかったんで、ちょっと S ランクマシン、もりもりになってますんで、そこら辺皆さん見ていってください。まず1台目見ていきましょう。ドドン、ホンダ S2000 になっております。まず1台目の S ランクマシンはこちらですね。いや、このマシンね、めっちゃ速かった。うん。めちゃめちゃ速かったんでね、皆さんに使っていただきたいなと思います。で、このマシンの特徴とお話しさせていただきます。まずですね、加速力に関しては、そこそこ速いですね。で、最高速度はまあまあです。一番の特徴が、コーナリングの性能です。うん。これがね、このマシンの一番の特徴だと思います。このスポーツ部門の中で、一番コーナリング性能高いと思います。うん。めちゃめちゃ曲がりやすい、扱いやすいマシンです。曲がりやすい、扱いやすい、プラスそこそこ加速があるので、マジで速いんですよ。うん。なので、このマシンはね、しっかり育てて、ぜひ皆さん使ってみてください。このマシンは本当に速い。私もね、いろいろと検証してみて、使いたいなって思ったんですけれども、まあ、パーツが足りない。まあ、パーツが足りないのでね。ちょっとね、ある程度育てることはできなかったんですけれども、ぜひね、お持ちの方はね、このマシン強化して使ってみてください。マジで速いんで。なのでこのホンダ S2000 は S ランク入りになっております。このね、そこそこの加速とね、このコーナリング性能、ぜひ試していただきたいです。はい、ということで次のマシン行きましょう。それでは S ランクマシン、2台目のマシンはこちら。ドドン、BMW Z4 になっております。このマシンね、めちゃめちゃ速いです。はい。まあ S ランクマシンはね、もうすべて速いんでね。皆さん覚えておいてください。ていうか、まずね、これ見てほしいのが、グラフの高水準。とんでもない高水準ですね。うん。で、まあマシンの特徴もお話しさせていただきます。加速力、速いです。で、最高速度も速いです。で、ドリフト度、コーナリング性能は、まあまあぐらいかな。うん。しかし、よく曲がってくれる。うん。ただまあ、S2000 に比べると曲がらないんですけれども、コーナリング性能もバッチリなマシンになっております。うん。言うことないね。
うん、やっぱ加速力、最高速度もあってコーナリング性能もいいというところなので、本当に悪いところがないです。まあ、ドリフト中にやや外側にピューって回ることはあるんですけど、そんなね気になるレベルでもない。うん、だからこのマシンも扱いやすいし速いマシンになっているので、ぜひねお持ちの方はね育ててください。このマシンも育てて絶対損しないです。はい、なので、この BMW Z4 ぜひ、使ってみてください。いや、もう S ランクマシンに関しては何も言うことないね。速い、やばいとかいうね語彙力がなくなってしまいますけれども、それぐらい本当いいマシンになってるんで、皆さんぜひねお持ちの方使ってみてください。はい、それでは次のマシン行きましょう。はい、続いての S ランクマシンはこちら、ドドン、トヨタ AE86 になっております。こちらも S ランクマシンになっております。しかもまあ期間限定マシンになっているので、まあ今入手することはちょっと不可能にはなっております。はい、でもね、前回今2つ紹介した S ランクマシン、あの2つはクラシックで入手することが可能になっているので、ぜひね、そちらの方引き当ててください。で、加速力、まあまあ速いですね。で、最高速度、まあ、しっかり乗ってくれます。まあなぜかというと、後輪駆動のマシンになっているので、最高速度はかなり、乗りやすいマシンになっております。で、まあコーナリング性能、ドリフトについてなんですが、まあしっかり曲がる。よーく曲がるマシンになっております。で、まあ、コメント欄でね結構いただいていたのが、なんで86が速いんだよみたいなツッコミがあったんですけれども、まあゲームなんでね、うん、そこら辺も含めて楽しんでいきましょう。やっぱね、まあ古いマシンとか新しいマシンがこう入り混じりながらね、それぞれのマシンに愛着を持って楽しんでいくのがこのゲームの醍醐味だと思うので、まあ、そこら辺は皆さんね、楽しみながらやっていきましょう。あくまでゲームです。で、まあね言うことないっす、このマシン言うことないので、ぜひね手に入れる機会があったら手に入れていただいて、まあ、しっかりとね強化して使っていただくのが一番いいかなと思います。はい、やっぱりまあ某漫画のね主人公が乗っているマシンだけあって、まあ結構優遇されてますね。まあ持っている方はぜひ使ってみてください。まあとりあえず速いマシンになっております。速いマシンっていう言い方良くないな。うん、ただねやっぱね速いんだよ。うん、すべてが高水準で速いマシンになっています。はい。ということで次のマシン行きましょう。それでは最後のマシンに行きたいと思います。S ランクマシン。最後のマシンはこちら。ドドン。日産スカイライン GTR32 になっております。こちらのマシンも期間限定マシンになっております。皆さんご了承ください。ごめんなさいね。うん。ということで、このマシンの特徴とお話しさせていただきます。加速力、速いです。で、最高速度はちょっと遅めになっております。で、ドリフト、コーナリング性能、グリップ等もね、すべてにおいてめちゃめちゃいいです。うん。まあ、今さっきも言ったんですけれども、S2000 ってめっちゃ曲がりやすいって言いましたよね。うん。で、このスカイラインもめちゃくちゃ曲がりやすいです。で、その曲がりやすさの特徴が、この四輪駆動のマシンの曲がりやすさってね、ちょっとまた違うんだよね。サイドブレーキ引いて曲がり出すと、もうクイッて曲がってくれます。もうね、マジで説明下手くそなんですけれども、後輪駆動のマシンだとこう、クイッて曲がるんですけど、この四輪駆動のマシンだとこのクイッてね、こうね、曲がってくれるみたいな、そんな感じになっております。ごめんなさいね、なんかクイクイ言っちゃって。本当にごめんなさい。はい。ということで、まあ、このマシン本当速いです。まあ、唯一の弱点は、最高速度がそんなに速くないので、まあ、直線が多いコースだと、ややね、不利になってしまうのかなっていったところ。ただね、まあ、桃源郷とかさ、コーナーがめちゃめちゃ多いところね、めっちゃ速い。マジで速いんでね。はい、このマシンは化け物マシンになっております。ということで、こちらが最後の S ランクマシンでございました。皆さんもね、ぜひお持ちの方は、使ってみてください。はい、ということで、持っているすべてのマシンの、評価をさせていただきました。皆さん最後まで見ていただき、誠にありがとうございました。まあ、一つだけね、最初に言っとけばよかったけど、あくまで、このダイヤマンの独自のね、解説になっておりますので、皆さんご理解のほどよろしくお願いします。で、まあね、ちょっとまとめさせていただきますと、S ランクマシンがね、マジで迷った。うん。やっぱね、さすがに、この S ランク、A ランクってこう差別化したかったんですよ。なるべくね。だけど、S ランクマシン4台もいるじゃん。4台もいたらちょっとおかしいかなと思ったんだけど、いや、どのマシンも速かったんだよ。
うん。それぐらいね、スポーツ枠って差がないです。はい。それこそ、まあ、A ランクマシンまでね、そこまで差は感じなかった。まあ、唯一、コルベットだけはちょっとね、扱いにくかったんで、どうしても下の方に、位置をつけてしまったんですけれども、その他ね、S ランクから A ランクのマシンっていうのは、本当に僅差。もうね、使い方一つでね、全然変わってくるので、なので、皆さんね、そこも踏まえましてね、使ってください。だからね、割としっかりね、マシン愛さえあれば、どうにでもなると思う。このゲーム、結構ね、バランスいいです。まぁ、ちょっとレーシングはね、ちょっとぶった曲げてるマシンとかあるんですけど、まぁ、スポーツ枠はね、そこまでね、なんかめちゃめちゃね、このマシン飛び抜けてるよね、っていうのもね、特にないんで、皆さんね、結構好きなマシンを好きなように使う方がいいのかなーっても思いますんで、ぜひね、皆さん参考にしてみてください。で、まあね、この動画ね、やっぱリクエストもいただいて作らせていただいたんですが、まあちょっとね、マシンの強化の目安としても使っていただければいいかなって思います。まあなぜかというと、この強化パーツっていうのがなかなか手に入らないじゃないですか。なので、皆さんがね、パーツ強化でね、後悔しないようにね、今回ちょっといろいろ調べて、やらせていただきました。で、一応なんですけれども、まあ、これを踏まえて見てもらった上で、一度自分で使ってみて、あ、このマシンの、走りっていうか癖は自分に合ってるなと思ったらね、さらに強化してあげるといいのかなと思います。はい。ということで、ちょっとまとめ、お話が長くなってしまったんですが、皆さん優しいのでね、ここまで見てくれましたよね。ありがとうございます。はい。ということで、この動画が少しでも良かったら、チャンネル登録をポチ、高評価もポチッと押しておいてください。そうすると、ダイヤマンの元気と、元気と、元気が出ます。はい。ということで、また次回お会いしましょう。じゃあね！バイバーイ！